北九州港は福岡県北九州市にある港湾である。北九州随一の規模の港で下関港と本港を合わせた関門港として国際拠点港湾、中枢国際港湾に指定されている。港湾管理者は北九州市、九州、中国地域の中央部に位置する。新文字地区や響灘地区での港湾整備、文字港西海岸の再開発が始まる。 面積取扱い貨物量コンテナ、取扱入港船舶,舶数関門汽船、フェアリー2号文字港湾合同庁舎文字港地区は、明治から戦前にかけ外国貿易の港として発展した地区であることから、港湾関係の主要機関が設置されている。西海岸、編集周辺地区は、文字港地区発展の証である、歴史的建造物を生かした観光スポットになっている。付近には、 文字港湾合同庁舎があるほか、北九州市港湾空港局文字庁舎も近接している。下関港、岩流島への航路のほか、遊覧船文字港レトロクルーズが運航されている。立浦コンテナターミナル、編集立浦コンテナターミナル立浦コンテナターミナルのガントリークレーン、関門海峡出口の菊半島北端に位置する、西日本有数のコンテナターミナル。 水深マイナス12メートルの第一コンテナターミナルと、水深マイナス10メートルの第二コンテナターミナルから、なり、両ターミナル合わせて、計7機のガントリークレーンがある。主な外交定期コンテナ線航路は、中国、韓国、台湾を中心としたアジア航路である。2008年9月の月間便数は、月177便。人口の埋め立て地ではあるが、 事実上の九州本島最北端の地となっている。ただし、船員などを除き、一般人の侵入は禁止されている。九州地方全体としては、長崎県津島市の三津島が、九州最北端の地である。田野浦不島、編集以前は、田野浦コンテナターミナルであったが、2004年から、田野浦自動車物流センターに再整備され、主に中古車を輸出する不島となっているほか、 輸出精密機器を扱うために民間が整備したクリーンルーム付きの専用アヤが立ち並ぶ。このほか、関門九州製菓センターがある。新居浜、編集資料原料の取り扱いを中心とした不頭。新文字フェリーターミナル新文字地区は、瀬戸内海に面する地区である。九州自動車道新文字インターチェンジに近く、九州乗陸路と瀬戸内海を結ぶ重要な港湾となっている。 また、北東の一角にヨットハーバーの新文字マリーナが整備されている。ふと周辺には工業団地が造成されており、エステーや小賀電工産業電線の工場がある。マリナクロス新文字地区では、国内重県営機場の中で最大規模となる農林水産省動物検疫所文字支所、新文字検疫場や、トヨタ輸送新文字自動車物流センターなどの大規模施設がある。 一帯は、沖合にある、北九州空港と合わせて陸、海、空の物流拠点となっている。新文字フェリーターミナル、編集近畿地方、関東地方へのフェリーが乗り入れる。新文字北一丁目に、阪急フェリー二棟とオーシャントランスの、計三棟のターミナル、約 1.5km 南西の新文字一丁目に、名門対応フェリーのターミナル一棟が位置する。小倉地区松山、 小倉フェリー、フェリー来島関門海峡フェリー、フェリー福彦日本製鉄や田製鉄所小倉地区を中心とした工場群、大小の物流施設群と中、近距離の旅客航路があるなどバラエティに富んだ港である。砂津埠頭、浅野埠頭、編集 JR 小倉駅北口一帯周辺。北九州国際会議場、西日本総合展示場。 国土交通省九州地方整備局関門航路事務所がある。浅野フェリー頭より松山港への航路のほか、響き灘の離島である馬島、愛の島への都線が運航されている。日民頭編集小倉都心部に比較的近い頭。北九州市中央卸売市場のほか、大小の物流施設が立地している。川崎近海汽船と、 三菱ケミカル物流の共同運行による牢、牢船が就航しており、家電、工業製品、飲料水、一般雑貨、建設機械、自動車などを取り扱っている。かつては、小倉コンテナターミナルがあったが、響きコンテナターミナル開設後に廃止された。かつては長距離フェリー航路のターミナルとして使用されていたが、1995年以降、 すべての航路が新文字地区に移転している。他に、下関港との間を結ぶ。現在は、小倉航路の愛の島発一便が搭載荷物を下ろす、ために帰港しているが、乗客の上下線はできない。高浜埠頭、編集砂、砂利のばら積みを取り扱う埠頭。道海湾の下をくぐる若戸、トンネル、日本初の近代製鉄所である新日本製鉄。 八幡製鉄所の創業により、工業港として、同海湾一帯に発展した地区である。地区内の多くの不当が工業港として使用されている。また、若松港は、地区法丹田の石炭石疾校として整備され、1913年には、全国の石炭産出量2130万トンの、うち地区法丹田は1150万トンで、その80%が、 若松港から積み出されており、日本一の石炭石出港であった。しかし、エネルギー革命により、地区丹炭の閉山が相次ぎ、1982年、鉄道貨物取扱いは廃止され、初誕上及び若松機関区跡地は、茎の浜シーサイドとして、マンションが建設された。なお、同地区に立地する日本製鉄や田製鉄所、日鉄ケミカルマテリアル。 九州製造所、三菱ケミカル、黒崎事業所等の大規模な工場は、それぞれの敷地内に専用塔を備えている。2012年9月15日、若松区と戸畑区の間に若戸トンネルが開通した。若戸都線響き灘地区は、北九州港の中では新しく整備されている地区で、ある。近年、製造業、物流業、そして、環境関連企業などの進出が著しい。 響き灘南ふ頭、響き灘東ふ頭、編集響き灘西地区、編集、響きコンテナターミナル、編集日本海側では、国内唯一の水深マイナス15メートル岸壁にバースが整備されている。2005年の開港以降、オーバーパナマックス型ガントリークレーン計3機とトランスファークレーン計7機が稼働中。2008年9月の月間航路数は4航路。また、 月間便数は月16便が就航している。1963年の北九州市発足に伴い外国貿易の文字港、内国貿易の小倉港、そして工業港の同海港が合併して北九州港になった。それに先立つ1952年に文字港、小倉港、下関港とを一元化して関門港として発足することが決まっていたが、 港務局の設置場所で紛糾したまま現在に至る。関門港と北九州港、下関港の二重構造は現在も解消されていない。ありがとうございます。